南美紀子さんの新たなチャレンジナンバーアンダーライン愛への愛情を込めたメッセージ南美紀子さんが語るナンバーアンダーライン愛への愛とテレビへの情熱の裏側南美紀子さんはテレビ朝日の女性アナウンサーとしてスタートを切り数々の番組で活躍してきた彼女の名前は多くの人に知られており彼女の生き方や仕事に対する情熱は多くの人に影響を与えてきた 特に彼女が新たに行島企画室に所属し、新たなチャレンジを始めたことは、彼女の人生の新たな賞を象徴している。南さんはエッセイや講演会の仕事もいただきますけど、やっぱりテレビが好き。バラエティや音楽番組にも出たい、と語り、テレビへの愛情を強調している。彼女は特に、 音楽番組でのイントロの音付けをやりたいと語りプロフェッショナルな仕事への情熱を見せているこのような彼女の姿勢は若い世代にとっても刺激となるだろう1977年にテレビ朝日に入社した南さんはその後多くの番組で司会を務めた当時のテレビ業界はまだ女性アナウンサーの役割が限られており南さんはその中で自らの存在感を示していった 彼女の同期には、吉川美代子、三雲高江、増田由美など、後に名をなすアナウンサーが多くいた。南さんは、当時、80年のモスクワ五輪の独占放送権を獲得したテレ朝は、私の同期で古立一郎さん、渡辺のりさん、宮島康子さんと9人のアナウンサーを採用したと振り返る。彼女は短大を中退し、テレ朝に入社した。 彼女のキャリアは順風満帆とは言えず、バラエティ番組での司会を担当する際には、衣装に困ったこともあったという。歌手の人たちには、スタイリストやヘアメイクがついてくる。だけど、私の場合には、全くそういうものがない、と彼女は語る。彼女は実家から通い、給料をほとんど使わずにやりくりしていた。しかし、ディレクターの紹介でビギグループのオークス優二社長と知り合い、 衣装を借りることができた。このような支援があったからこそ彼女は困難を乗り越えキャリアを築いていくことができた1986年にテレビ朝日を退社しフリーランスとして新たなスタートを切った南さんはその後も多くの番組で活躍した彼女の仕事に対する情熱は衰えることなく常に新しい挑戦を求め続けている彼女は 独立してワイドショーの司会を担当した時は結婚も離婚もしたことないのにやれるのかとも言われましたと語り挑戦を恐れない姿勢を見せる彼女は結婚離婚子育て介護といった多くの経験を経て今ではその経験をもとにした意見を発信している南さんは今は結婚離婚子育て介護も経験しました笑い よく、すごく若い人がコメンテーターに呼ばれることがありますけど、自分が体験したことに基づいて提言していけたらと思っています。と述べ、自身の経験を通じて他者に影響を与えることを大切にしている。彼女の生き方は、多くの人にとってインスピレーションとなるだろう。彼女は、人生100年時代を迎え、まだまだ元気な生き方を続けている。その姿勢は、多くの人に勇気を与えるだろう。 彼女のキャリアや人生に対する情熱は多くの人にとって学びとなるだろう。南さんのこれからの活躍にますます期待が寄せられている。南さんの人生は多くの経験に満ちています。その中でも彼女が特に誇りに思っているのは数々のテレビ番組での司会業です。 彼女は、ショーアップ歌謡大作戦で山城慎吾さんとコンビを組んだり、関口博さんと、歌謡ドッキリ大放送2ビートと、クイズ、マガジンを担当したりと、多彩なジャンルでの活躍を見せてきました。これらの経験は彼女にとって大きな学びとなり、彼女のスキルや知識を深める重要な要素となりました。南さんは1986年に、OH。 L クラブの司会を田中康雄氏と共に務めている最中に退社し、フリーランスとして新たな道を歩み始めました。その後も、日本テレビ系芸能スクランブル、EX テレビザワイドフジテレビバイキングなど、多くの番組でその存在感を示し続けました。彼女の語るエピソードからは、テレビ業界への深い愛情と情熱が感じられます。また、 彼女はフリーランスとしての活動を通じて多くの経済的な成功も収めました。バブル時代には香港でブランド品を買うことができるほどの収入を得ていたといいます。彼女は年に3回は香港に行ってブランド品を買ってました。ちょうどブランドブームの時で本当にお買い物天国と回想します。このような成功は彼女の努力と才能の結果と言えるでしょう。 私生活でも南さんは多くの経験を重ねてきました。1995年に結婚し、翌年40歳で息子を出産しました。当時は高齢出産とされましたが、彼女はその経験をもとに40歳からの子育てという本を出版しました。執筆活動も彼女の得意分野であり、彼女はこれまでに多くのエッセイや連載を手がけてきました。彼女の執筆は、 女性の生活や美容に関するテーマを中心に展開され多くの読者に支持されています南さんのこれからの目標はさらに多くの人々に自身の考えや経験を伝えることです彼女はもっとテレビで自分の考えを発信していけたらと語りその意欲は衰えることがありません彼女の経験に基づいた意見は多くの人々にとって貴重な学びとなるでしょう 南さんのキャリアは女性アナウンサーとしての道を切り開き、テレビ業界における女性の役割を広げる一助となりました。彼女の挑戦と成功は多くの女性にとって励みとなり、彼女の後に続く多くの女性アナウンサーたちに影響を与えています。南さんは常に前向きであり、新しいことに挑戦し続ける姿勢は多くの人に勇気を与え続けています。 彼女の現在の活動も常に新しい挑戦を求める姿勢が見られます。彼女は私はナンバーアンダーラインアイが大好きで応援しているんです。だけどあの世代って私のことは何者かわかっていないと語り若い世代とつながることの重要性を強調しています。彼女は若い人々の中に飛び込み新しい視点やアイデアを取り入れながら活動を続けています。 南さんの物語は、挑戦と成功、そして新たな道を切り開く勇気の物語です。彼女の人生は、多くの人々にとってのインスピレーションであり、その姿勢はこれからも多くの人に影響を与え続けるでしょう。南さんのこれからの活動に期待しつつ、彼女のこれまでの歩みを振り返ると、その一歩一歩がどれだけの価値を持っているかを改めて感じさせられます。 彼女の挑戦は終わることなく続きます。南さんは常に新しいことに挑戦し続け、変わり続けるテレビ業界の中で自らの役割を見つけ、進化し続けています。彼女の未来には、さらに多くの可能性と機会が待っているでしょう。彼女のこれまでの努力と情熱が、これからも多くの人々に勇気と希望を与え続けることを願っています。南美希子、南美希子、 1956年、小31、2月26日、東京生まれ。東京女学館中、校を卒業して、精神女大へ。77年に大学を3年で中退して、テレビ朝日にアナウンサーとして入社。同期は古立一郎、渡辺のりつぐ、古澤和彦、佐々木正宏、宮島康子ら。ショーアップ歌謡大作戦、歌謡ドッキリ大放送。 クイズ、マガジントゥナイト OH。L クラブなどを担当して、86年に退社してフリーに。その後は日本テレビ系、芸能スクランブル。EX テレビ、ザワイド、フジテレビ、バイキングなど。血液型を。